はい、こんにちは、春木授業です。今回ですね、ボードゲームニュース2022年6月19日版をお届けしていきたいというふうに思います。まずですね、いつも通り国内ニュースからです。はい、まずはこちらですね。今週ですね、メーカーさんの方からですね、新作がドーンと出たんですね。それぞれ、ね、ライブやなんかの方で配信されておりましたので、私の方でダイジェスト版ということで、ケンビルライブ第14回ホビージャパンさんの新作、そしてサニーバーさんの新作っていうね、3つの動画の方を速報の形でね、すでに公開してお届けしています。今回のニュースはですね、この中からですね、さらに私がね、気になっているものをね、ご紹介していきたいというふうに思います。チケットライドのサンフランシスコはですね、まあ、チケライのですね、ミニチュア版ですね、この10分から15分で終わるっていう非常に小さいやつがありまして、私このシリーズ結構好きなんですが、それの最新作のサンフランシスコの方が日本語版で出ますよということになってましたね。まあ、今回も基本的なね、チケットライドのことはそのままになってるんですけども、まあ、路面電車になってるってことと、名所があちこちあるので、名所につなぐことによって追加のポイントが得られますよっていうのがミソですよということになっていましたね。まあ、このシリーズはね、本当にね、1個持っててもね、全然ね、問題がないので、どれか気になったものをね、手元の方に置いておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つこちらですね、これね、実はダイジェストの方から確かね、うっかり漏れておったんですけど、アグンクラ第2版のですね、泥沼からの出発ですね、こちらの方も日本語版が出ますよということがアナウンスされておりました。まあ、アグリコラね、第2版シリーズ出てるんですけどもね、この泥沼出てなかったんですね。こちらの方の日本語版の方も無事出ますよということがアナウンスされておりました。そしてですね、ホビージャパンさんから最後こちらですね、やっと出たかということですね、ロスルイン・オブ・アルナックですね、エクスペッションリーダーですね、こちらの方の日本語版の方も正式に発表されました。ただしですね、この3作ともですね、いつ頃出るのかというのはですね、まだ不透明になってますんでね、それぞれの発売日が分かったらですね、情報が出ましたらまたね、追ってご連絡していきたいというふうに思います。そしてこちらサニーバーズさんですね、ルゾンレイルズですね、こちらの方ですね、キックスターターの方でですね、募集がかかってまして、もうすでにね、全世界の方に発送が終わったというバージョンなんですけども、 18X 系統のですね、軽い鉄道ゲームになってますと。1足と同じほどシビアではないんですけども、プレイ時間も45分から90分なので、なんですが、鉄道の線路引きっていうことと、各会社を誰が運用するかっていうことは、筆頭株主はコントロールしますよと、そして株を持っていれば配当がもらえますよっていうところが、ちょうどいいバランスになってるゲームだったんですね。私もプレイさせてもらって、あ、なかなかよくできてるなと思っていたんですが、現在入手なんだというところにですね、これをサニーバードさんが日本語版の方で出しますよということと、同時にこれの日本語マップがついたバージョンが出ますよと。だからこれね、日本語マップと元のマップが両方ついたバージョンになるということが予定で発表されておりました。ただし実際の発売そのものは今年の末か来年の頭ぐらいということになっているのでね、もう少し先かなという感じでございました。で、こちらですね、サポート情報ですね、アンディトゥノルマンディですね、こちらの方でですね、日本語版オリジナルですね、プラスということが出ましたということがですね、私の方でレビュー等の方でも公開しておりますけども、アークライト海外 BG さんの方がですね、追加シナリオのナンバー13ですね、オリジナルと12枚しかないわけですけども、イッタージュの戦いをですね、公開しましたということになってましたね。まあ、こちらの方ですね、 PDF の配信されてますので、プロモシナリオブックということで、13番目のシナリオのところの設定と、まあ、当然カード情報と特別ルール、そしてマップとかね、ピチッと書かれているので、もともとの12シナリオからですね、もう拡張が入って1と4もできるっていうことでね、それだけでもすごいなと思ってたんですけども、こうした追加シナリオも公開されているということなんでね、こちらですね、アンディとノルマンディをですね、購入した人はですね、まあ、外さずですね、ダウンロードしておくのがよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。そしてこちらですね、サポート情報ですね、アリザタコンテストをですね、こちらの方がですね、サポートの追加情報ということで、エラッタではないんですが、パーティートークンにはですね、日本語版と英語版が両方入ってますということなんでね、まあ、倍入ってますけど気にしないでくださいねということが書かれておりましたね。まあ、なんだか多いってね、いうことがあるようなんですけど、ね、まあ、どっちかだけ好きな方を使えばいいということでございました。まあ、今週本当にね、まあ、ダイジェストの形で、ね、私の方で速報でお伝えしてますけども、本当たくさん出たんですよね。まあ、詳しくはそちらの方をご覧いただきたいと思いますが、こちらのニュースの方ではこの辺りをね、ご紹介したいというところでございました。さあ、そしてね、海外情報です。海外情報一つ目こちらですね、ミクロマクロクライムシティオールインですね、第3弾のですね、ミクロマクロクライムシティが出ますよということになってましたね。今回もですね、16個のね、犯罪が入ってますということになっていて、いやー、これ人気ですね、人気ねってね、まあ年次で毎年出すんじゃないかななんていうね、思ったりしますけども、いつものですね、まあ維持同図ですね、異なる時間帯が一つのね、絵の中に入ってるっていう状態になってるんで、その中に描かれている犯罪の事件を暴いていきましょうということのね、シナリオが入ってますということなんで、今回も第3弾が発売されるということになってましたね。まあこれもね、また日本語版が出るとね、いいですよねということですね。そしてこちらの方はですね、アナウンスの方がされてましたね、まあ村の人生ですね、あれのビッグボックスが出ますよということになってました。
こちらですね、なんだかね不思議なね今箱絵が入っていますけども、もともとですね村の人生に加えてインとポートですね、これね宿屋と港だったかな、理由があるんですけども、その2つの拡張セットが入ったビッグボックスが出ますよということになってましたね。確かですねこれどっちかの拡張セットがですね国内結構入手難になっていたので、まあ、村の人生ねちょっとやってみたいなという方はねこの際ねいいかなと思うんですね。ちょっとオリジナルがね古いゲームなんですけども、独特の味わいのあるゲームだったので、まあ、やったことないという方はですねこのビッグボックスをね狙ってみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。でもう一つこちらですね、まあいろんなもん出ますね。こちらシーモンですね、ゾンビサイドギアアップですね。まあゾンビサイドといえばねこのマシマーダークスなんかね出してるこのシーモンさんの作品で、ゾンビがわらわらわら出てくる世界のところでですね、このね自分たちがいかに生き延びれるかっていうね例のフィギュアゲーなんですが、こちらの方はですねちょっと変わりましてですね、ここをですね、ゾンビサイドギアアップイズはですねコーポレーティブですねフリップ&ライトゲームはって感じですよね、協力型の紙ペンゲームになりましたということになったんですね。なので、元のゾンビサイドと同じような設定で、まあ、ゾンビがわらわらやってくるところからですねみんなで頑張って生き延びようという設定はそのままなんですけども、紙ペンゲームになりましたということになりまして、まあ、よく出てくるテトリスみたいな形ですよね、まあ、こちらの方を塗っていきましょうということになったようですね。いやこれまたですね、まあ、いろんな紙ペンゲーム出てるね状態ではありますけども、これはこれで楽しみなんじゃないかなと思いましたんでね、こちらの方をご紹介いたしました。でまたこれがいいのがですね、デザイナーがねこれカートグラファーのねこの方なんですよね。これちょっとね期待できますよね、このねジョーディ・アダンさんですよね。そしてもう一人こちらですね、マルコ・ポルトガルさんですかね、この方の方はですね、こちらの方はですね実はマッシュバネ・ダークネス2とかねこの辺りの開発を手掛けてる人なんですよね。この2人が組んで新しく出すのがこのゾンビサイドのギアアップの紙ペンゲームだというなりましたね。まあこれはね期待せざるを得ないということになってるんでね、まあ、これはですねぜひねチェックしてやってみたいというふうに思いますね。さあ今週最後こちらですね、ボットファクトリーですね、こちらのねキックスターターの方が始まっておりました。まあ今ね為替なんかの問題があってねかなりキックする難しいと思いますけども、こちらですねいわゆる看板ですね、例の看板インプリングにですねインスパイアを受けた作品となってて、まあ、ワーカーを配置していてですね、まあ、ロボットをですね作る工場を動かしていきましょうということになっているんですね。でこちらの方がですね、まあ、非常に珍しくですね、まあ、日本語のですねルールもつきますよということになっていたので、これちょっと面白いんじゃないかなと思ってご紹介いたしました。まあ、ゲームあたりもですねそんなにね長いですねプレイ時間でもないということになっているので、しかも全体的に確かに看板をねあのインスパイアしたようなデザインになってるなということだったので、どういう仕掛けになってるかを含めてですね非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というわけでですね今回ですねボードゲームニュース2022年6月19日版をお届けいたしました。今回ねちょっと短いようですけどね、速報がもう3本出てますんでね、詳しくはですねそちらの方をぜひご覧いただきたいと思いますけども、海外の方もボンボンとね新しい情報出てきてますんでね、来週もまた新しいニュースをお届けしたいというふうに思います。というわけでボードゲームニュースをお届けいたしました、ザゲームチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。